どうも VIP です。やってきました VIP です。よろしくお願いします VIP です。ということですね、本日の動画はですね、サムネタイトル見てもらったら、ちょっと今の時点ではサムネ考えてないんでわからないんですけども、もうね、多分おそらく現実はもうマジで最強ピッチャーで、プロスピでも、まあ、最近使い出した。うん。ちょっと前ぐらいからまた使い出した、この伸びの環境、剛速球の環境が強くなってから使い出した投手ですね。で、その選手を継承しました。こちら、ライデル・マルティネスです。ありがとうございます。いや、もう温めてました。はい。もうすごく、うん。すごく温めてました、本当に。もういつ使おうか、いつ使おうかずっと迷ってて。で、継承はしてね、極みにはしてたんですけども、動画にするまで使わないという心を決めてました。心に決めてました。で、まあもう見てください、これ3ステ。9位制球、85同値今日狙っちゃいますよ。で、ストレート A で、なんと今回からスプリットが S になってます。いや、これがどうなるかっすよ。これが相手にどう影響をもたらすか。で、これね、縦スラが意外と強いんですよ。ちょっと今日投げるコースに注目してほしいんですけど、この縦スラマジで刺さるんですよね。で、超剛速球、伸び、タイピーチ。強い。いや、もうちょっとめっちゃ楽しみっすね、このライデル使うの。ということで、早速、称号チャレンジ行きましょう。これちょっと思い浮かばないっすね、これ。これちょっと、サンデル・マルティネスかな？うん。ライデル・マルティネさんかな？ちょっと難しいっすね。今回ごめんなさい。ちょっと難しかった。っていうことで、もう狙う称号は、精密機械1点狙いです。はい、4枚いきます。これマジでついてほしい。ちょっとリーグオーダーね、最近怠ってるんで、リーグオーダー強化のためにも、星さん！あー！やば、9位88いった。さあ、お願いします。昨日決まったよ。昨日決まった。おかわりくん決まった。星さん！いやー！いやー、これ S 使うわ。うん。これも S ランク使わせていただく。やばい、本がない。こんなに本がない VIP、久々に見るよ。お願いします。精密、来い。星さん！4やった。何してんねん！うわ、強っ！よし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 ！試しゲー来た、試しゲー。よしよしよし。さあ行きましょう。一番おかわりくんは継続中で行きますよ。はい。おかわりくんマジで打ちやすかったから、動画見てもらったらわかるけど。さあ、今ムーか。オッケーオッケー。さあ来ました、アーチソプルヒッターパー99。ちょっとおかわりくんガチで行かして、喋りたいこといっぱいあるけど、おかわりくんガチで行く。危なー、そんな落ちるんや、フォーク。あ、ほんまや、フォーク結構落ちるな。ボールカウントはワンストライクです。あー、違う、おかちゃん来た、おかちゃん、皆さんおかちゃんです、これおかちゃん。え、速攻1試合目からおかちゃん突入してんけど、あっつ、確率なんぼ、突破率なんぼな、おかちゃん、えぐいって。じゃあ突入率、突入率薄いぞおかちゃん。いやマジでね、中村選手打ちやすい、ほんまに冗談抜きで。よしよしよし。で、パワーが高いから、やっぱりもうアウトコースでもね、昨日の動画見てもらったらわかるけども、ポンポン入るんで、やっぱアーチストえぐいな。うん。アーチストが正義。今日ね、ライジンのね、チケットの申し込みがあったんですよ。超スーパーライジンかな？え？ちゃうわ。それやったら超ライジンか。超ライジンの、申し込みがあって、でもね、チケットが高いんですよ。マジで。一応ね、第一希望は22万の VIP 席、まあ VIP なんで、うん、名前が VIP やから VIP 席申し込んだんですけど、VIP 席で22万よ。で、一応2枚買ったから44万。まあ抽選やからまだね、わかんないけど。で、第二希望が SRS 席って5万5000の席かな。高いわ。で、6月もね、僕ら武田さんの応援でライジン行くんですよ。6月9日かな。それも高かったね、結構。それも VIP 席です。はい。もう VIP なんで、うん。もう VIP やから VIP 席に座らないといけないという宿命があるんですよ。うん、勝手に個人ながら。ナイスボール。ジャストリッキング。いや、マジ格闘技のチケットが高え。だから一番上の席なんか110万とかでしたよ。スーパーライジン。いや、いつか俺もそんな席で見れるぐらい、富豪になりたいな。ナイスボール。てか今日ダルさん負けちゃったね。負けちゃったとか、今日めっちゃヤンキースに打たれたんですよ、ダルさん。ヤンキース打線エグすぎるわ、マジで。エイブロン・ジャッジとか、うん。フワン・ソローとか、ジェーン・キャロ・ステンが、もうマジでエグかった。全員ホームラン打っちゃった。俺がこの前の動画で言ってた選手、全員ホームラン打ったんですよね。勘弁して使わさい。まあ、次にね、期待します。はい。ダルさんはね、もう途中で修正してたし、うん。なんかちょっと若干なんか癖見抜かれてたか、あるけど、どうなんやろな。まあ、サイン盗みとかはね、さすがにないと思うけど、なんかカーブがね、結構狙われてたような気がするな。よしよしよし。これマジおかわりくんに回さないといけないからね。いや、これ菊池で行っていいけどな。これホームラン打ったら終わっちゃうよな。辰巳でミート打ちしよう。よーし。待って、これもミート打ちしてランナー出たら満塁でおかわりくんやん。熱っ。ああ、ちょっと相
って打率高かったんで、おそらく打ってくるんでライデル出せると思うんですよね。オッケー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 。うわナイスボール。グリフィンの甘さ、いやうまいわ。オッケー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 、了解です了解です。これもうライデルいきます。はい、これもうライデルいっちゃいます。さあ出ました超高速球のタイプ1。まずツーシーム、いやライデル失点しちゃったね。よし、え取れる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 、よし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 、ライデル失点しちゃったね。22試合目にして初失点かな。こっち検証。いやけどなんかライデル攻めれないよね。うん、正直言ってライデルのこと攻めれないよマジで。秋広、いやマジで現実でもえぐいからプロスピでもね。よし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 、オッケー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 。もっと能力上がりそうやけどね。ナイスボール。ええええええ、あぶなー。え秋広中断刀やろ、中断刀であんな打球打たんといて、しかもライデルから。おいちょっと待って、通信環境悪いな相手。はい、あー振らないか。はい、いやー振らないか。じゃあこれいく、この縦スラが強いです皆さん。打ち上げます、よしキャッチ、よっしゃー。わかる今のね、中途半端なとこからの縦スラ、ダルさんでも使ってますよかあれ。さあさあ、おかちゃん皆さん、この動画のメイン、あのメインディッシュの前座でもある、よいしょ、このおかちゃんこれマジで打つ、ここは気持ちよく出せてるでしょうね。迎える最終回です。よーし、えちょっと待って、ちょっと待って、ライデルの動画もうどうでもいいかもしれん。えちょっと待って、どうしようどうしよう、ちょっとタイトルどうしよう、タイトルサムネどうしよう、待って、おかちゃん突破しちゃった、しかも次の日で熱っ。いやおかわりくんマジでえぐいわ、昨日からホームランしか打ってないぞ。いやこれちょっとコールドしそうやな。はい、ということでコールドにはできなかったんで、ライデル続きいきましょう。甘さどうなるな、いや取れる取れる、よしよし、止まないね。ライデルの球威がエグすぎて止まないんじゃないんですか。いやストレートだけでいけんじゃん、この今のパドレスのスアレスみたいに。取れる取れる、いやー無理か、いややっぱり速い球回してくるな。よし、いや取ってよー。いやさすがやな、帰るか、帰らない、じゃあもう一回あれ行くわ。殿下の宝刀、中途半端な盾っす、いやうまい。ライデル失点した、いやウォーカー来た、ウォーカー、いやマジか怖っ。いやこれマジで、これこの試合だけでいいぐらい充実した、よしよし、この1試合だけでいいぐらい充実した投球内容になってるこれマジで。でもこれ押さえて終わろう、もうマジで今日は。ちょっと明日もう多分この動画出てる頃には多分おそらくエキサイティングのメンバー発表されてるよね。よーし、ちょっと今日のエキサイティングのメンバーもう発表されてるよね。阪神、ヤクルト、ファイターズ、西武が発表されてると思うんで、これで8球団ですね。6月2日に4球団やから、おそらく、皆さんが気になってるエキサイティングは、俺多分6月4日やと思うな。次の更新多分ね、つなぎイベントっすね。多分。だから6月2日に最終のエキサイティングのメンバーが発表されるんで、おそらくエキサイティングガチャは6月4日の火曜日ぐらいからかじゃないかなと僕は思ってますんで、はい。なんか最後エキサイティングの宣伝みたいななってますけど、別に案件とかじゃないですよ。はい。なんか今日はこんな終わり方しちゃったけど、たまにはええんとちゃいますか。